2019年12月、中国武漢市で最初の患者が報告された新型コロナウイルスは、その後世界的流行を引き起こしました。そして感染防止のため外出が制限され、多くの人が集まるイベントが中止もしくは延期されました。マラソン大会も例外ではなく、全国で数多くの大会が中止となりました。世の中に自粛ムードが漂っていた6月11日、Facebook に一つの記事が投稿されました。この投稿をきっかけに24人のランナーが集まり、勝手に100キロリレーマラソンが始まりました。前です。意気込みをお願いします。はい、倒れずに走れると思いますんで、頑張ります。いってらっしゃい、頑張ってね。スタートしました。ウェブ飲み会でパッとひらめきました、誰かがあの100キロ走ったらどうだ、サライ歌うからって言われて、いや一人で無理だろうって言ったんですけど、待てよ、これみんなで助けをつないだら100キロリレーありだななんて思ってね、それで企画しました。そうですね、いろんなイベントがなくなってる中で、モチベーションとかいろんなものがこう落ちていったと思うんですけど、でもこういうことをやってですね、いろんな人と助けをつないで、まあほぼ丸一日、をかけてちょっと初めての挑戦みたいなことをしていくんで、ワクワクしてもらいたかったし、楽しんでもらいたかったっていうところですかね。ものすごく不安でした。早いね、この登りを。何せ最初のねところですし、今から相当な時間かけてやるわけですからね。じゃあちょっと不安でしたし、まあスタートすると真っ暗で、とにかく安全に怪我のないように、じゃあ、それを第一にと思ってました。はい、頑張ってね。いらっしゃい。ちょっと早くない？大丈夫？いってらっしゃい。はい。はい。早いね。随分早い。もう藤井君わからんことになってるよ。外れたの、これどうすればいいこれ？外れた？ちょっと、この穴に通して。はい、頑張って。はい、頑張って。イェイ。はい、ちょっと待ってね。伴走、よろしく。イェーイ。はい、じゃあ記念撮影するよ。ちょっと、はい、頑張って。イエーイ、ナイスだ。で、入った。はい。じゃあ記念撮影もしますよ。はい、いってらっしゃい。ミモソ川で。イエーイ。はい、今日渡ります。はーい。お疲れ様です。お疲れ様です。九州へようこそ。レプユニを着てくる。
イエーイ、イエーイ、はい。ああ、きつかったです。あっという、でも気持ちいいです。はい、意気込みをお願いします。お疲れ様でした。今から頑張ってしまーす。くもちゃん、イエーイ。どうしよう、梶山さん平岡中継地点に行っても梶山さんがおらんわ。本当よね、うん、あ、この調子だとそうなるね。あれは平岡に、はいはいはい、次の方、はい、次の方、ようやく間に合いました。くもんさん到着です。お疲れ様でした。どうでしたか。死ぬ。早すぎ。いってらっしゃい、頑張って。はい、お疲れです。お疲れ。はい、自転車乗りますか。どさくさに紛れてなんちゅった今。見終わった。どさくさが上手ちゃう。うまいわ。こんにちは。こんにちは。はい、頑張って。ナイスだ。大丈夫大丈夫。ちゃんと走った。分かっちゃう分かっちゃう。車から見えたけ。どうでした。感想は。もう歩きました。イエーイ、イエーイ。新総館高校前で八幡まで走れるように持たしちゃったよ。あんまり早くしたらね、八幡まで持たんけ。イエーイ。相当稼ぎました。ナイスランでした。じゃあ、はい、いってらっしゃい。どの変態が一緒に走ると、どの変態はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張って。いってらっしゃい。池さんと走るの。池さんが分かればね。池さんが分かれば。池さん分かるよ。走るもんね。あ、いいよいいよ。これ。足はこれよね。出ました。で、頭はピオちゃんやね。いいペースですね。A コースありがとう。A コースありがとうって。車の車で多分見えると思います。めっちゃ早い。4分45。え？ 4分45？ 4分45。イエーイ。すげー。池さん、どうでした？
もう走らん。五分弱。おお。はいはい。頑張って。よし、バイ。お疲れ様です。はい、ファイト、ファイト。はーい、イエーイ、お疲れ様です。意気込みを、今日はしっかり皆さんのね、思いをしっかり受け取って、うん、今からつなぎたいと思います、はい、今日はよろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい、よーいどん、早い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 、僕は勝手に企画してですね、骨組みだけは作ったんですけど、あとはもうみんなが持ち寄りで作ってくれたっていう、例えばいろんな応援グッズを作ってくれた人を、そして走りながらでも自転車で誘導してくれたりとかね、うん、あと各所各所にその応援をね、もう走り終わっても応援に来てくれる友達がいっぱいいてね、みんなでこの、勝手に100キロリレーマラソンを盛り上げてくれて本当に嬉しかったですね。ナイスだ、あーパープだ、パープだ、イエーイ。このまま真っ直ぐね、真っ直ぐね、イエーイ。思ったより若干疲れてます。そらそうよね、そらそうでしょ、想定より疲れてますが、うん、頑張ります。はい、頑張ってください、イエイ。じゃあ行ってきます。はい、はい、カメラさん行ってらっしゃい、いってらっしゃい、はい、行ってらっしゃい、イエーイ。暑い、ほら、イエーイ、お疲れ、カメラさん、お疲れ、お疲れ。自転車に引き続き、キロどんぐらいで行ったんです？え、キロ どれぐらい？え、5分30？ 5分30？ すげえ。どこで足がつりそうです。もう意気込みとかやないよ、もう。もうそんなんない、いいじゃん、そんなのはないの、いい、はい、意気込み。え、もう頑張る。ゆっくり行きます。うん、ゆっくりとおいで、はい、頑張って。ナイスだー、やったねー、やったやった、サリーさんと、ヘイ、はい、あ、笑顔で頑張ります、ヘイ。はい、スタートでーす、いってらっしゃい。おかえりー、うー、はい、写真、はい、写真、誰か写真の意気込みを、変態のね、生き様を。いってらっしゃい。なんであんな爽やかなんかね。それで一番最初に走った人はもうバトン渡したら帰るってこと？その人がまたなんか私も変態ランナーって呼んでたんですけど、もうずっと伴走してくれるんですよ、いろんな人の。最初に走った人が一番最初のスタート、いやもうスタートの2人がもうすごくて、あの1人は結局帰ってトータル69キロ走ったって言ってました。うそ、変態です。ポンポン持たせたらすごいことになった。最後に水線抜かれました。難しい。
席でお待ちします。これはもうあのしもさんがね、ちょうど谷崎さんと一緒に帰ってきた時、もうみんながね温かく迎えてね、本当に僕もやり終えた、もう感無量、そんな感じでしたね。ゴール本当に嬉しかった。やったー、本当にありがとうございました。いやー、みんな本当怪我なくね、本当無事にできて本当によかった、うん、ですごく楽しかったです、本当にもうありがとうございました。もう泣く、カテ一杯飲んだら泣くかもしれない。ありがとうございました。そして、はい、皆さん、無事102キロ完走できました。ありがとうございました。乾杯。お疲れ様でした。とにかくありがとうございましたと、もうそれしかないですね。この勝手に100キロリレーマラソンっていうのは、タイムを競うというものよりも、みんなが楽しく、このコロナ禍の中でですね、たすきを渡しながら、もう一度なんかこう盛り上がっていく、そんなあのこじんまりとしたのでも構わないんで、そんな素敵なイベントがねしたいなと思ってたんで、本当に皆さんありがとうございました。盛り上げてくれて、まあ、とりあえずゆっくりして、まあゆっくり考えます。ありがとうございます。